はい、どうも徳さんです。本日はロードトゥープロスタビクトリアサマーカップ2022の公式戦の様子をお届けします。相手は STBC さん、埼玉の強豪チームの一つ。相手のスターティングラインナップはこちら、名門校がずらっと揃う強豪出身揃い。中でもこの試合、このピッチャーがすごかった。熾烈な投手戦になりました。相手投手の小さな変化球、制球力に苦しむ。まずは相手投手の全球種をご覧ください。私打ち取られてますが、この勢いのあるストレート、そしてこのキレのあるスライダー、さらにこの大きく曲がるカーブ、さらにさらにさらにこのカットボール、これに特に苦しめられます。いろんな、制球力もさることながら、やっぱり変化球のキレ、これが本当に抜群に良かったので、中盤まで我々あっぱれ打線完璧に封じられてしまう。しかし回は進んで5回の表、失投でしょうか。高めに打ったストレートをゾエが弾き返すと、これがイレギュラーバウンドし、センターの頭を越えていく。ツーベースヒットでチャンスを作ると、打席には鉄平。ここで相手守備にミスが出る。セカンドがここでハンブル、間近でトスしたのでファーストは取りづらかったか。その間にゾエがホームイン。貴重な1点があっぱれに入ります。しかし次の回、あっぱれにピンチが襲いかかる。ピッチャーは竹虎、先頭バッターにセンター前ヒットを許すと、次のバッターはランエンドヒット、これが完璧に決まり、ノーアウトランナー三塁一塁の大ピンチ。しかし まずサードゴロでワンアウト、空振り三振。ショートゴロとなんとか竹虎踏ん張り、1点を守ります。そして最終回、ショートフライで3アウトチェンジ、ゲームセット。なんとか勝利はしました。ただ糸口は全く見つかりませんでした。試合中に本当に今シーズン一番やられたピッチャーの一人と言っても過言ではない。というわけで、試合には勝ち、勝負に負けたという感じじゃないですかね。はい、小さい曲がるこう変化球というかね、カットボールなのか、やっぱ我々こう公式をずっとやってた人間は、離れてるんだけどね、だいぶ離れてはいるんだけど、どうしてもこう真ん中から内に入ってくるボールに対しては右肘を抜きながら芯をこう寄せていくっていう動作がね、やっぱ本能的に出るよね。なるほど、はい、できないこともないんだけど、圧倒的に練習量とスキルが足りない草野球人だから足りない。ボールに負けてホットフライが行くっていうのは往々にして出たね、あの試合は特に。で、うちのチームの打線の一応テーマとしてかなりポイントを近めにしてるんだよね。ちっちゃく曲がる変化球であったりとか、落ちるボールであったりとか、あとはその甘い変化球を捉えるって意味でポイントを下げることによってしっかりとこのエリアをね広げていくっていうのをテーマにやってるんだけど、はい、あれはね変化球とはやっぱね言い切れない、変化してんだけどストレートとさほど変わらない球速で来てるわけだから、やっぱりね公式経験者っていうのはストレートより遅いボールが来るとね変化だと思って1個置くんだよね、はい、その止まった瞬間にも振り遅れてる、はい、これはテーマに反してる、はい、試合後のミーティングで兄貴を中心にいろんな話をしたところ、はいはい、猫で打っちゃうよ、真ん中から内側に入ってくる球速の速いストレートおよびちっちゃい変化、はい、スライダーとかにカット、猫で押し返す、こうとかしない、あもはやそれは技術が必要だから、必要だから、バットの
細いカローがボールの中心を捉えて手首を巻けずにうわーってそのまま打ち切ったら可能性出んじゃないか。だからそれを実際まあどうなるのかっていうのをやっぱやってみないといけないから、はい、まあバスに行くっていうバスに行ってじゃあ試してみようっていう。おお、根っこ。ああ。でもね、なんかね、避けようとしちゃってる俺が。でも根っこだとそういう打球が増えそうだな。あ、あ、あれ。今でも落ちるかもしれないな。おお、いい、いい詰まりです。でも抜けるんじゃないですかね。かもね。うん。この我々アッパレが思ういい詰まりというのはこうインコースは詰まっているけれどもタイミングは詰まらないという、要は振り遅れはしないけど詰まって OK というインパクト、こんな感じですね、うん、これは詰まりとは思わないようにするということ詰まり拳で打ちに行くぐらいのこう言っちゃいけないんだよね、今日はこう行く余地はある。あ、余地は兄貴が言ってる仮説っていうのは余地はある。なるほど、振り遅れはもうダメだけど、はいはい、ちゃんとタイミング測って根っこだろうがなんだろうがボールがバットに当たれば可能性はある。なるほど、それが軟式野球ってことはもう確定したわ。はいはい、外でおっあっ意外にいないんだから覚醒した。おバッテリーが外でおあー覚醒してる。最後にお知らせ。ここで皆さんにお知らせがございます。野球ファンならご存知、サントリードリームマッチが8月の1日18時から東京ドームにて行われるんですが、実は私その同時刻に特別番組に出演させていただくことになりました。ありがとうございます。そのタイトルがエピワングランプリということなんですけども、スピードワゴンの小沢さんであったりココリコの遠藤さんであったりと野球好きな芸人さんとともに私が混じって、往年の選手たちのエピソードを語りまくるという、まあ、私も昭和生まれですし、その往年の選手たちのプレー大好きなので、本が読んでいただいたということで、皆様に混じって、そのサントリードリームマッチの熱戦の様子の中のエピソードなんかを喋っていきたいというふうに思っておりますので、 YouTube そして Twitter でライブ配信を予定しておりますので、ぜひ皆さんお時間ある方は覗いてみてください。私も、一生懸命なんとかね目立っていこうというふうに思ってますのでよろしくお願いします。それでは8月1日エピワングランプリ、お時間ある方はぜひご覧ください。